だんだんその軸が前に行って、ここら辺を中心にこういう風に動く。違和感は違和感でしかないから。ダメだね。誰だよ、こんな説得したの。お前だよ。もう一本前にしてみるか、試しにね、うん、やってみないと分かりません。なのでこうすぐセッティング変えちゃうと分かんねえじゃんって人もいるかもしれないけど、うん、ちょっと滑っても違和感があったらダメだから、うん、それではすぐ変えちゃった方がいい、うん、なるほど。そう、そこはね、練習とかそういうのはね、そういう問題じゃない。違和感は違和感でしかないから、うん、で、さっきまでここに吸ってたの、はい、それをこっち、はい、今度は一番前、うん、バックが入んないんだよ ね。でもネットでさ、うん、一番後ろって言ってたんでしょ。なんか、いや、あの、そんな記事を見たの。多分滑り方の問題はあると思う、うん、あ、それがダメっていうんじゃなくてね。そう多分エビちゃんとかカツちゃんの滑り方ではちょっと後ろすぎたんかもしれないよ、うん、そうね、うん、バックサイドはね、前に行くと気持ちいいのよ、うん、そうね、うん、伸ばしていけるしね、ぐっとね、かけられるから。そう、こっちもどう、はい、こっちも今ここについてたの、うん、ここ、はい、一番前。真ん中っぽくない、これ。これモロセンターって感じですね。モロセンターだね、うん、で、こんな感じになります。ちょうど真ん中っぽいよね、うん、おう良さそう。じゃあ行ってみようか、うん、良さそう。毎回なんだけど、はい、フリースタイル、はい、ビンディングつけるの結構大変なんだ。大変だよね。大変。ワンタッチで立ち上るのが皆さん簡単ですよ。まあね、だけどね、フリースタイルだってあるでしょ、インテック。あるね、でも普段ね、俺たちアルペンしか乗ってないから、そう、うん、こういうのって検証するのは面白いね。面白い。できたよ。ここが一番気持ちいい。バックサイド前行けるし、うん、フロントもちゃんと噛んでくれるし、うん、なんつうの、全てのコントロールが楽。へえ、全然違うよ。全然違う。乗ってみ。マジ、うん、全然違うから。はい、すいません、気持ちいい位置が見つかってしまってがっつり滑ってまいりました。で、あのね、自分の今やってきたイメージをね、うん、説明するね、うん、板置くね、はいはい、どうぞ。あくまで自分の感覚なんだけど、うん、インディングを板のこう一番後ろにつけた時って、うん、板の動きがここを中心に、分かる、ここら辺を中心にこう動くのよ、はいはい、軸がね、そう、軸がここでこうやって動く感じ、うん、で、前にしていくとだんだんその軸が前に行って、うん、今、ビンディングを一番前の穴につけたでしょ、はいはい、そうすると板のドセンター、ここ、この辺、はい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 、ここら辺を中心にこういう風に動く。おお、重心が変わるね。そうで、こっちの方がずらすにしても、うん、カービングしていってもフロントもバックも、うん、自分の重心を前後に使いやすい。ああ、そっか、はい、そう、はい、そうね。各社もやっぱりそうね。そう、うん、だからあのアルペンの時はドセンターにつけてる、うん、ああ、うん、それと同じだ。そう、はい、同じなんで、はい、まあね、自分今ね失敗したので、はい、後ろにつけて、うん、でこの素晴らしいセッティングをね、はい、ティーチャー加藤にもね、はい、試してもらって感想をもらいたいと思いますね。そうですね、はい、じゃあブーツ交換。はい、よろしく。靴のサイズ一緒でよかったね。よかったよかったね。まあ、ちなみにこの2人は小学校から一緒だそうです。でも真ん中の方が滑りやすいっていうのは面白いね、やっぱりね。うん、あとは多分滑り方にもよるんだと思うけど。滑り方もいろいろあると思うんだ。そうだね、うん、どうしても自分たちって前後を非常に使うんで、使うね、動き的には。うん、でバックが前行って、でバックサイド前グーっていくでしょ、うん、フロント後ろこう、こういう動き、うんうん、すごいするんで、うんうん、だから足首でこういう動きじゃなくて、うん、こう膝からこう入ってくる。そうね、この動きで乗ってくるんですよ。さあ、ルースターで靴脱げましたよ。待ってね、右が欲しいな。待ってね。右で、右、そう、右。そう、さっきね、前後の話をしたでしょ、うん、なんで、うちらね、まあ、これ好みもあるんですけど、ノックしないで滑ってるんですよ。
ロックはしてないよね。フリーのままで滑ってるの。こっちの方が膝がこう入るの、うん、だから重心移動がしやすいの、うん、板の上でね、こう自由に動きやすいんで、ね、そう終わったかな。さあ、ティーチャー加藤にもね、自分がね、ここがいいなって思ったね、セッティングがあるんでね、うん、そこを試してもらってどう感じるか、ね、多分いいと思うんだ、うん、個人的には、うん、多分ね、人間って単純で、うん、気持ちいいとずっと滑ってると思うんだ。違和感あると止まっちゃうもん、ね、違和感あると止まってるでしょ、うん、そのね、違和感っていうのが重要なの、うん、なんか違うなと思って、それで練習しない。そうだね、うん、すぐいじくる、ね、動画ではね、映してないんだけど、うん、実はね、先ほどちょっといじっちゃったの、うん、ハイバックを、ハイバックがこうなったから邪魔だなこれと思ってこう立てちゃった。なるほどね。そう、それも調子が良かった、うん、そうね、自分で前後肉体で作ってきゃいいで、そう。さあ、じゃあ試してみて。はい、はい、お願いします。どう？すっごい乗りやすくなった。やっぱ乗りやすくなったでしょ？全然違う。なんか回せる。ね、でしょ？で切り替えも早くできる。全然、すごい、うん、ねえねえ、はい、はい、思ったことがあるの。なになになに。カービングしかやんないじゃん。うん、俺さ、体が上半身さ、うん、前に行きたいんだよね。なんか行きたがってるよね、うん、だからアングルさ、うん、55の45とかにしたらどうなの。それはね、俺も思ってた。なんかね、やったら横向いてんな。そう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 。ってことで、やってみましょう。はい、準備します。はい、お願いします。いいね、すげえ乗りやすい。どれが50？勘でいく。そのさ、